ションゲルマンのルフォを見上げますが、はい、刺激を受けられてる。そうですね、もうめちゃくちゃ受けて、ネイマール選手とは幼い頃からお会いさせてもらう機会だったりとか、一緒にフットサルをやらせてもらう機会なんかもあって、でこの前来日されて、でこう生で、まあ、メッシ選手だったりエムバペ選手だったり、こう世界のスターの、その、まあ、試合だったりとか、あとはこう来日して父親と一緒に記者会見をやった姿なんかを見て、すごい世界のトップのスーパースターの姿をこう間近で見れたんで、なんかすごい見せ方だったりそういうのも含めいろいろ勉強にはなりました。もうなんかあの3人が揃ってることというか、あのチーム自体、ああいう豪華なメンバーが揃ってることに対してもすごい感動しましたし、ましてやそのメンバーたちがこう日本の国立競技場で試合をしてくれて、こういいものを見せてくれたっていうのが本当に全てが感動的だったなっていうか。